足やるって実際はあこっち来てここを見るのにこっちからじゃ見えないだろこっちね実際はねこれをこう引っ張るけど相手がここから起きないようにするためにこうやって出せ振り返るのにしろっつってひっくり返っちゃうだろそれじゃひっくり返らないようにしろっつってわかんないそうねわかるこれが出るからひっくり返らないものはねだけどこれをこう押してあげればこの原理なんだ多分寝技の原理でね、ここより内側に足がいくら勝手に倒れちゃうんですよ。物だってそうだろ。三角形になってれば倒れないけど、三角形が逆になったらどっちかに倒れちゃうよ。その状態を作る。で、2人をね、同じようにするとこうやってひっくり返っちゃう。多分その原理全部、これ持ってひっくり返すのに。ほら。それを、よく分かってないし、なんでひっくり返るのかも原理も分かんないから、なんかこうやってても分かんなくて、で首抱えちゃって相手がいてててなんてわけ分かんないみたいなやってるわけですよ。ね。要はこの4本足のテーブルの、ね、均等に力がかかってるじゃん、テーブルで。これ外せば、曲がる。こっちの足からすれば、この突っかい棒を押さえて、だからこれだけでもいいわけですよ。こうやって回して、で乗っかっていけばいい。で、ちゃんとこのギュッと押さえるの。それをお前たちは、もうここで逃がしてる。アホだから。寄せとくん。で、上に自分が上がれるように工夫するの。ね、はい、やってください。そこで2回目も引っ張るんで、お前が2回目に遅い。もう1回目で思いつかなきゃ、2回目近づくんだよ。はい、1、2、押すと早く。ダメなんだよ、これ、ちゃん。言われたように動くよ。グワーン、押すと入る。お前じゃねえ。グワーン、グワーン、押すと飛び込む。近づくよ、そう。戻る。グワーン、引っ張る。飛び込む2回目にはもうそれで遅い3回目に相手を技かけてくるからそう覚えないともうこれはもう今のうちから慣れてこないとこうの大きさだとみんなこれやってくるから今覚えておけばあの双子なんかがそれを覚えたんでみんなそれやらなくなったから最初でこうやって引っ張れるんだよ相手がこうやってくるその時にできましたねこうやってきたら次の引っ張るなって思ったらこれお前飛び込まなきゃダメ1でここでバーンと入らなくて何で引っ張ってみるか後ろに引っ張るいくよ後ろに引っ張るんだよ後ろに引っ張る何わかんない引っ張るんだよ押してよ引っ張る1ってやったらこれもう一回下がるのに後輩が完全に取るじゃんそれをやってくれって言ってるね大きい子は必ずやられるから今はい先生が押すから大外から飛び込むんだよ待って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 もうこれ飛び込む押すなんでくぐるくぐっちゃダメだよI don't know.
ここにぐーっと持ってくんだよ。もう一回。もう一回。グワングワン飛び込む。まず掴んでないから、なんでくぐるんだっつってんだよ。やってくぐって、何やる？先生、そういうのいっぱい取り入れるんだもん。やってみ。グワングワン。なんでやんねんか。くぐってなんかやるんじゃなかったんか。いや、なんでやれ。なんで。先生の新しいアイデアになるかもしれないじゃないか。あ、もう一回。その頭くぐった後どうするんだろう。どうする？多分無理です。こうやって倒れたら無理。どっちが先に聞こえる？自分の鼻だ。だからここにある。相手が下げたんですね。